はいどうもお疲れ様でございます。鍋でございますと、ね、冒頭ちょっと見てもらいましたけども、今北海道でね、爆弾低気圧ね接近して大変なことになってましたけども、この新潟もですね、山沿いでは雪がもうね、白くなって、こんな状態になってましたけどもね、はい、ご無沙汰しております。鍋でございます。ね、撮影日は12月26日かな、でございます。もうね今年もあと数日っていうところに来ましたけども、曜日回りがねいいのか悪いのか、今年は本当ギリギリまで、仕事もありましてですね、なんか本来だともう今日明日明後日ぐらいでね、なんかこう仕事ももうこうなくなってきてね、なくなってきてって言い方おかしいか、まあね、あのだん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 こう年末ムードっていうところになるんですけども、あんまりねそんな感じがなくて、今もまた一件ちょっと、打ち合わせに向かっている途中なんですけども、はい、まあまあちょっと本日いっぱいねやっていきましょうか。ね、本日いっぱいこちら、ジョージアの微糖の頂ってやつね、粗挽きの力強いコクってやつ、これをいただきたいと思います。いただきます。結構ちゃんと苦みがあるねこれ、ね、容量としてはこれ190ぐらいだったかな、それぐらいの感じなんですけどね、あんま大きくないデミタスとかと変わらないぐらいの大きさなんですけど、100円でねあのコンビニで売ってました。うまい、すげえちゃんと苦みがあってうまいですね。これはおすすめ、うまいっす、マジうまいっす。はい、いやなんかね、海外のちょっとニュースでしたけどもちょっと気になるのがありましたね。あれはちょっとどの国かも全然バーッと見ただけだったんで分かりませんけども、アメリカだったか、ロシア、アメリカだったかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、YouTube の投稿者の男性がね、あれ若い子なのかな、マフィアのボスをちょっとディスってね、で襲撃されたっていうね怖えっていう、そういうねあのニュースがあのスマートニュースに出てましたけどもね。なんかあれだね、本当怖いっすね、怖いっすねっていうか、でもあの個人的な感想で言うと、まあ、自業自得じゃねえかなってとこはやっぱありますよね。なんていうかな、どんな正論でも、やっぱりその言っちゃまずい相手って世の中にはいるでしょう、ね、これが日本であってもね、どの国であっても俺はいると思う。だからそういうところをね、ね、触れてしまうっていうのは、そらちょっと良くないんじゃないかなって、それは本当のプロの、ね、方がねあのおやりになるのはいいと思いますよ。そういうなんかこう、事前にね打ち合わせが済んでるとかね、そういうのはいいんですけど、あらまずいよね、やっぱ日本でも良くないと思いますよ。なんかこう誰か個人をねやっぱり中傷したりとか、そういうのって良くないよね。トンネル入ります。でね、まあ、トンネル入ったまま喋りますけどもね、やっぱね、あの私なんかもやっぱり、なんて言うんだろうな、特に何がっていうものは、ね、投稿してませんしね、皆さんがやっておられてるようなことをこう、ね、見よう見まねで同じようなことやってるっていうレベルでしかね投稿してないんですけども、なんかね YouTube で見たくなる動画ってそうじゃない気がするんですよね。で私自分でやっててね、こんなこと言っちゃまずいかもしれないけど、私がやっているその動画もね結局誰かの二番煎じだったりして、でもまあね、それでも見てくださる方がいらっしゃって、まあ、非常にありがたいんですけども、先日ねこれは日本の投稿者の方で、あれはねお名前がちょっとわかんないな、おかちゃんチャンネルさんだったかな、ちょっとすみませんはっきり覚えてないんですけど、そういった感じのね名前の投稿者の方が何してたかっていうと、
パソコンのキーボードありますよね。これね、最新の動画じゃないと思う、結構前の動画だと思うんだけど、キーボードのそのボタンをね、キーを全部外して、で中のスイッチも全部バラして、綺麗に吹き上げて、で組み直すっていうね、動画がありました。うん、すげえな、まさにこれが YouTube の動画かなと思った。テレビでやらないし、テレビで誰も見たくないだろうし、でもなんていうのかな、その人にしかっていうのもちょっとオーバーかもしれないですけど、その方だったからこう何黙々とやれるみたいな、でその黙々とやってるところを我々も実際にそんなの見ること機会ないんでね、やることもないだろうし、自分でやりたくもないだろうし、でもそういうことをやってのけてるっていうのがすごくやっぱり YouTube 的で楽しかったですね、私の思う YouTube ね。だからもっと昔の動画になると、これもちょっと投稿者の方は分かりませんけど、サビサビのね、あれはなんだろう、柳刃包丁かなんかなのかな、包丁ね、和包丁を研ぎまくって研ぎまくって、なんか十何時間だか二十何時間だか研ぎまくって、もう新品同様にしちゃうっていうね、で絵もちゃんと変えてねっていう動画があるんですけど、もうそれも最高に楽しいですね。なんか絵的にシュールなんですけど、でもなんかエンターテイメント的なものって別にテレビでも見れるからっていうのがあるんですよね。うん、だからうちのせがれでもね、娘でも今もう本当ど真ん中のね、YouTuber の方々、その何々やってみたとか、いろんなことに挑戦されてすごく楽しい動画やっぱり子供たち見てますけど、やっぱおっさんになるとね、ちょっとあれ違うかなってね、うん、ひたすらこう自分ではできないだろうなっていうようなことをなんかこう寡黙にやるみたいな、ね、本当にそういう趣味のチャンネルっていうかね、趣味のなんか媒体みたいなね、それが YouTube なのかなと思ってね、そんな気がしてみましたけど、はい。なんでね、まあ例えば超有名どころでね、ヒカキンさんとかでも今ヒカキン TV とかでいろんなことをおやりになられたりとかね、ヒカキンゲームズとかもありますけど、やっぱり一番最初のね、ボイパーやってた時のね、ヒューマンビートボックスの時のヒカキンさんのチャンネルとかって面白いですよね、今見ても面白いですよね、ずっと淡々とやってるんですけど、それがすごく楽しい、うわすげえなって、純粋にこの人すごいなって思える、なんかね、そんな動画かな、 YouTube かなっていう感じしますよね、なんかね、そんなんで YouTube、 その YouTuber とかね、いろいろ多種多様なのがまた YouTube のいいとこなんでしょうけども、やっぱやっちゃならんことはやっちゃならんだろうしね、やっちゃならない、違法性はないんだけどね、その先の海外の方のね、襲撃されたっていうその事件みたいに違法性はないんだけど、やっぱ触れちゃならんね、そのタブーなゾーンってあると思うんですよね。だからそれはねちょっとまずいと思うよね、ということでね、なんかもっと趣味として楽しくねやれる、そんな動画ねサイトであったらいいと思うし、まあ私もねまたちょっとなるべくコーヒーをね飲み続けて、なんかね塵も積もればじゃないですけどもね、そんなチャンネルになればいいかなと思ってますけど、はい。まあちょっと年末にね投稿する動画がもうこれで最後になるか、もう一本出せるかみたいな、そんなレベルですけども、2018年もよろしくお願いします。はい、まだもう一本ぐらい上げるかもしれませんしね、はい、年始も一発目ね、なんか上げられればいいと思ってますけども、そんなんでもう年の瀬ギリギリの崖っぷちの、鍋でございました。はい、ダラダラと喋りましたけども、以上でございます。お疲れ様です。